マッサージチェアの例1マッサージチェアの例2マッサージチェアの展示実演ローズインターナショナルエアポートロドストー国際空港内に設置されているマッサージチェアマッサージチェアとはマッサージを行う椅子型の装置マッサージチェアとは人体にマッサージを行う椅子型の機器である多くは電気式の機械である人の背や肩が接触する背もたれの内部に自動的に動く 揉み玉やローラー等が組み込まれているものが多く、それに加えて足、足、腕、手などをマッサージするものもある。最近のものには、プロのマッサージ師のような手揉み感で揉むと歌われているものもあり、本人の自覚症状のある部位だけでなく、有効なポイントを全身から探し出し、巧みな技法を施すという技術を研究し、取り入れたのがメディカルプログラム機能である。 本格的なマッサージ法である、吸診法、遠心法まで実現するものがある。また、付加的機能として、人間の脈拍、抹消皮膚音、皮膚電気反応などを、リアルタイムに計測、解析して、人間の感覚を推定して、動きを制御するものも登場している。一般にリモートコントローラーを備え、自動コース、おまかせコースなどといったボタンで簡便に動かすことも、可能で、 お好みコースなどといった名称のボタンで背中、足など個別に詳細な動作を指定することもできることが一般的である。初期のマッサージチェアは重厚なイメージのものや野暮なデザインのものが多かったが、最近では軽やかなデザインのものや、一見したところではマッサージチェアだとは気づかれない、洗練されたデザインのものも登場している。 多くのメーカーでは対応する身長を 140cm から 185cm としており、範囲から外れる場合は、座布団を敷いたり体をずらすなどの工夫が必要となる。なお、日本では電動式のマッサージチェアは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の医療機器にあたる、世界初として量産されたマッサージチェアは、 富士医療機の創業者の藤本忍が1954年に製作した富士自動マッサージ機であり、2014年日本機械学会の機械遺産ナンバー68に認定された。初期のものは背もたれから2本の金属の棒に揉み玉がついたものが飛び出していて、単純に揉み玉の間の間の間隔が電動機の力で狭まったり広がったりするといった程度のものであった。また、 揉み玉の高さが一切調整できないものもあり、調整できるものであっても、椅子の横側についた大きなホイールを手動で回転させて高さ調整をするというようなものであった。その後、揉みと叩きを一台で行える機種の登場や、揉み玉の自動昇降機能も加わり、1990年代には自動コースの充実、電動リクライニング、肩位置自動調整、揉み玉にかかる、 圧力検知、足回りをはじめとする、エアバッグによるマッサージなど、現在の最新機種の基礎となる機能が出揃った。開発当初は、温泉施設、銭湯等の利用客向けに設置されるものであったが、現在では、ホテル、旅館の客室や一般家庭、インターネットカフェ、カラオケボックス、パチンコ店、スポーツクラブ、空港、長距離フェリー、事業所にも普及している。なお、温浴。 宿泊施設等の公共スペースに設置されるものは、コインタイマーを備え、5から15分間、100から300円の料金で動作する仕様がほとんどで、ある。日本国内での主な製造販売元は、富士医療機、ファミリー稲など、オムロンヘルスケア、パナソニック、大東電機工業などがある。イタリアなどから日本に輸入している製造販売元も、ある。 GFK ジャパンの調査によると2009年1月から2011年2月のシェアは富士医療機のシェアが38.9%でトップとなっている。2008年に設立した人株式会社の癒しのレンタルのようにマッサージチェアまでレンタルする業者も登場してきている。2005年時点で日本における世帯普及率も15%に達したとの推定がある。 2017年時点で普及率10%と報道されている。マレーシアでも電気式マッサージチェアは普及している。多くの主要空港、大規模ショッピングセンターに安価で利用できるものが設置されている。ありがとうございます。